はい、こんにちは、MB です。今日は GU で買うべきマストバイアイテムを一つお知らせしようと思います。それはこちら、コーデュロイワイドテーパードイージーアンクルパンツカッコセットアップ可能と、コーデュロイ CPO シャツカッコ長袖カッコセットアップ可能。GU とユニクロさん、このカッコやめません？長すぎる商品名。はい、というわけで GU の、セットアップですね、セットアップの CPO シャツ、まあ、ジャケットのセットアップではなくていわゆるブルゾンとのセットアップを今日は紹介しようと思います。いくつかこの商品を紹介する前に話しておかなきゃいけないことがあるんですけど、一つ目はですね、セットアップのファッショントレンドです。他の MB チャンネルの動画でもですね、2020年秋冬のメンズファッションのトレンドってこうなるんだよみたいなことを動画で解説してると思うんですけれども、もし興味があればまずそちらの方から見ていただきたいんですけれども、とにかくですね、ここ数年はセットアップがメンズの中では大流行中です。もうセットアップを日常着で着ることに抵抗を持ってない人がほとんどなので、ぜひですね、まだ持ってない人はセットアップ1着でいいので買ってみてください。ユニクロ GU で買うんだったらアンダー1万円以下で上下揃うものもいっぱいありますし、もうちょっと欲を出そうと思ったらジャーナルスタンダードだったりとか、ビューティー&ユースとかセレクトショップ系の上下のセットアップとかも結構いっぱい ZOZO とかでも売られてるので、まあお値段問わずですけれども、安いものから高いものまであるんで、ぜひ手に取ってみてください。なんでセットアップがトレンドなのかっていうと、ファッショントレンドの動画でも話をしたんですけれども、今ですねファッショントレンドはストリートライクなところからだんだんドレスライクなところに進もうとしているんですね。まあ、ずっと長いことシュプリームだったりとか、結構こうカジュアルなアイテム、ストリートライクなアイテム、スケーターライクなファッションだったりとか、まあ、そういったものがこう流行りになってきてたんですけれども、だんだんそれが飽和状態になっていって、少しずつ飽きられてきている。洋服とかおしゃれっていうのはみんなと何かが違うからおしゃれだねって言われるわけなんで、みんなが同じ格好してると基本的にはおしゃれっていう風に認識されないわけです。だって区別されないんだから、おしゃれっていう評価の基準にも上がらないのは分かる通りですよね。区別されて初めて違う、そして初めて良し悪しが決まるわけです。みんなと同じだったら良し悪しもないわけですね。区別されないわけだから。なのでおしゃれっていうのはみんなと何かが違う必要があるんですけれども、ストリートライクなトレンドっていうのがもう随分浸透しきってしまっていて、次どうなるかっていうと、ちょっと大人っぽいのが今かっこいいんじゃないのっていう価値観に少しずつ移ってるんですね。そこで注目されているのがセットアップです。当たり前だけど、ストリートライクな着こなし、パーカーだったりとかワイドのデニムだったりとかスニーカーだったりとか、そういう砕けたカジュアルな着こなしと対極に位置するのはスーツですよね。大人っぽい印象でかっこいいスーツが今トレンドになろうとしてるんです。ただしいきなりスーツにガラッと変わるわけでもないんですよ。いきなりトレンドってストリートのところから一気にドレスって感じにガラッてひっくり返るわけではないんですね。少しずつ時間を置いてゆっくり浸透していくのが基本的には流れなんですよ。なので80年代の着こなしとか今画像で見るとなんだか古臭くてダッサく感じるじゃないですか。でも90年代の服装を見るとまだちょっといけるでしょ。で今2000年代の服装を見るとまあ、ね、悪くない。2010年代とかのファッションスナップ見るとおしゃれってなってる感じで、だんだん少しずつ価値観ってのは離れていくものなんですね。なので昔の洋服を見てかっこ悪いな、変だな、昔っぽいな、古臭いなって思うのはその期間が空いて浸透しきってもう完全に価値観が移行してる状態だから違和感を感じるんですね。なので近年の服装ってのは見ても別に違和感を感じないけど、80年代とかまで遡るとなんか随分古臭く感じるっていう風に少しずつ価値観ってのは変化していくんで、いきなりストリートの服が使えなくなりますっていう話じゃないんで安心してください。ただセットアップは今後のトレンドの本当に核となるアイテムなので、ぜひ1セットぐらいは持っておいた方がいいと思います。東京に住んでる方特にそうだと思うんですけど、街歩いてると普通に普段着でセットアップを着て T シャツとかスニーカーに合わせてる人かなり増えてきたと思うんですけれども、徐々にですね、ジャケットとスラックスのセットアップだけじゃなくて、ブルゾン着る時も同じ素材のパンツでセットアップになったりとか、シャツを着る時も同じ素材のスラックスでセットアップになったりとか、あらゆるところでそのセット
ットアップの文化っていうのが広がりつつあるんですね。なのでブルゾン、まあもちろんジャケットだけで世の中着こなし終わるわけじゃないんで、みんなブルゾンも着るだろうし、パーカーも着るだろうし、シャツも着るだろうなんですけど、それが上下セットの素材でスーツっぽく見せて、ブルゾンでも大人っぽくなるように、シャツでもドレスライクになるようにっていう風に、カジュアルなアイテムのアプローチの仕方が少しずつ変わってるのが現代だと思う、今のトレンドだと思うんですね。なので今回のこの CPO シャツなわけです。 GU が出してる CPO シャツ、これ同じ素材でパンツも作ってあって、セットアップで着ることができるんですね。着てみるとこんな感じね。なんかカジュアルな CPO シャツ、もうコーデュロイですよ。太うねのコーデュロイ、ここに実物あるけど、太いうねのカジュアルなコーデュロイだけど、なんかブルゾンのコーデュロイのブルゾンってカジュアルなはずなのに、上下で合わせるとちょっとスーツっぽく見えるでしょ、ちょっと大人っぽく見えるでしょ。ラフなカジュアルなアイテムのはずなのに、セットアップ風に合わせるだけでスーツの要素が入ってきて、ちょっと大人っぽく感じるのがこのアイテムなわけですね。なのでまあスーツって言われても、セットアップって言われても、そんなカッチリした着こなし俺やだよ、まあ毎日スーツ着て仕事してるから日常着までスーツ着るのちょっと勘弁みたいな人でも、セットアップが自然に楽しめるというところで、 CPO シャツとパンツの組み合わせでスーツっぽく見せることができる。でもブルゾンだから別にそのジャケットみたいに堅苦しさもないし、ビジネス感も全くないというところで、これ結構いいアイテムだと思うんですよね。このアイテム結構防寒性高いんですよ。コーデュロイの素材なんで割と厚手になっていて、防寒性高いので割と冬直前まで使えるんじゃないかなと思います。パーカー合わせて中にインナーダウンとか入れてあげたりすれば、かなり冬近くでも使えるようになると思いますので、まあ本当に秋の始まりからですね、冬の直前まで使えて、でなおかつ別々でも使えるわけですから、パンツ単体でも使えるし、ブルゾン単体でも CPO 単体でも使えるし、ちなみに CPO ってさっきから言ってるけど、 CPO っていうのはウール素材とかが多いんですけど、厚手のそのダブルポケットのシャツアウターのことを CPO って言います。ミリタリーでそういうアイテムがあるので、名称がまあミリタリーのまま CPO シャツって呼ぶんですけれども、これ CPO シャツですね。はい、そんな感じでですね、防寒性も高くてカジュアルアイテムで、砕けて着れるのにカッチリ大人っぽさもあるっていうところ、そして値段もめちゃめちゃ安いですね。シャツの方が2490円で、パンツの方が1990円、かなりお得でございます。そしてシルエットなんですけれども、上下とも結構緩めではあるんだけど、あんまり緩さを感じないようになってるのがこのアイテムの特徴だと思います。パンツ太めなんだけど、これが綺麗にですね、アンクル丈になってるんですね。クッションが出ないようになってるんです。基本的にパンツっていうのは、まあフルレングスで下まで裾までしっかりあるものって、どうしてもスニーカーとか靴とかを履いた時に裾にこう溜まりが生まれてしまうわけなんですけど、このパンツアンクル丈、くるぶしぐらいで止まってるので、この溜まりが出ないんですね。溜まりが出ないと意外とワイドシルエットでもすっきり見せることができるんですね。裾の印象だけでどれだけ変わるのかって話なんですけれども、実は裾っていうのは視線が止まりやすくて一番目立つ部分なんですね。顔周り、足周り、腕周りっていうのは体の先端部分なんで、動いた視線が止まる場所、そこって一番目立つところなんですね。と、目立つところにシワシワが入ってたらどうなるか、当たり前だけどルーズな印象になるわけです。だからスーツってのは綺麗にしっかりシワが出ないようにオーダーまでしてサイズを整えるわけでしょ。だからスーツって綺麗にすっきり見えるわけですよ。でカジュアルってのはダボダボさせちゃうからだらしなくルーズに見えちゃうわけで、その辺を意識してあげるとですね、ワイドなシルエットで着心地はいいんだけど、裾が短いからすっきり見えますよ。ダボダボしたパンツってちょっと大人には抵抗あると思うんです。30代40代の方がワイドパンツを履くのってなんか大丈夫かなって思う人も多いと思うんだけど、意外とこれワイドパンツ初心者にもおすすめなので、ワイドパンツにちょっと抵抗があるっていう方もぜひ手に取ってみてください。ただしこのアイテムも万能じゃありません、ここから注意事項を言います。着こなしは超簡単だよね。黒を選んじゃえば、もう本当にスーツライクな着こなしになるから、あとは地味にならないように、こういうラガーシャツみたいなの入れたりしてもいいかもしんないし、まあ本当にシンプルに白 T とかで着てもまあ悪くはないと思います。コーデュロイ素材でこう凹凸があるんで、あんまり地味にもならないと思いますので、こんな感じで着てもいいと思うんですが、注意事項が1点だけあります。色味を選ばない方がもしかしたらいいかもなって感じしますね。このアイテムですね、公式ページを見るとわかるんですけれども、5色展開になってます。結構色で攻めてるんですね。黒だけじゃなくて、まあナチュラルカラー、そしてブラウンに、これなんだっけ、
オリーブカラー、カーキみたいな色ですね。そしてパープルカラー、パープル今年結構トレンドカラーで割と多いんですけれども、5色展開になってるんですが、色味を選ぶとき、特にパープルやブラウンを選ぶときは要注意です。なぜ要注意かというと、結構ね、素材のアラみたいなのが見えちゃうんですね。まあ GU ってご存知の通り、本家ユニクロと比べるとちょっと素材の質は落ちちゃいます。まあ当たり前なんだけど、ユニクロの方が世界展開していて店舗数も多くて販売数も多いので、まあ数が売れれば単価って下げられるじゃないですか。当たり前だけど、工業製品も一緒だけど、100個売れるものと1000個売れるものと1万個売れるものと1億個売れるものと全然値段って違ってくるわけでしょ。で、そんな中で GU の販売数っていうのは、僕リアルに GU の販売数一部知ってますけど、 GU の販売数っていうのはそんなに実は多くないんですよ。めちゃくちゃ型数多く展開するから、一型あたり何百点っていう世界で戦うところも、戦うアイテムもあると思います。明言はしませんが、そう。それでユニクロと比べて、ユニクロとか1億点とか売ったりする品番もあるので、ちょっと差があるんですね。そうすると当たり前だけど、例えば同じ1990円のパンツを作るにしても、 GU でできることにはある程度限界があって、ユニクロでできることはもう本当にいい素材とかも使えるっていう差が出てきちゃうわけですね。それを GU はデザインで埋めようとしてるわけなんですけど、まあ素材は当然ユニクロと比べるとちょっと劣っちゃうっていう構造上の問題はあるんですね。で、実際にこのコーデュロイの素材、ユニクロのコーデュロイのものと比べてみても、やっぱりなんかちょっとチープな印象がなくはないんです。それで、まあそんなに正直これは結構言ってるだけで、そこまでめちゃくちゃ気になるかって言われると、そんなめちゃくちゃペラペラな素材とかじゃないんで、まあある程度安心してもらっていいんですけど、ただ30代40代とかの大人が見て、服をある程度見てきた人が見ると、ちょっと頼りないなって思うのも理解できます。なので、なるべく高級感を持って、なるべく大人っぽく見せたい、安いもの着てるって見られたくないっていう人は、濃いめの色を選んであげるのをおすすめします。なぜ濃いめの色を選ぶのかっていうと、当たり前だけど黒とか選ぶと、はっきり言って素材の風合いなんて分かんなくなるんですよ。暗めの色だから素材の風合いみたいなのが潰れて見えるんで、黒って万能なんですけど、なぜ万能かっていうと、安い服を買ってもあんまり安く素材が見えない、粗が見えないんですね。なので、ちょっと GU っぽい、その安っぽい感じ、まあ、ユニクロね、ユニクロ見慣れてるとちょっと高級素材とか普通になっちゃうんで、 GU パッと見るとちょっと頼りないなって思う時はたまにあるんです。もちろん全部じゃないし、 GU の良さはデザインだから、別に素材に対してそんなにすっごく突き詰めてないってのも分かるんだけど、それはまあ、設計師さんの問題だから別にどうとも思ってないですけれども、ただやっぱりいい素材ってものを見てる人からするとちょっと頼りなく感じることもあると思うんで、そういう時は黒を選んであげるといいです。で、黒を選ぶとこれ全く何にも問題ないです。僕かなりこれ気に入っていて、もちろんまだ暑いんでリアルタイムでこれはまだ着れないんですけれども、もう少し寒くなったらもう T シャツの上にこれ着て、上下でこのセットアップで着ようかなっていう風に思ってます。まあこんな感じの着こなしですね、でやろうと思ってるので、ぜひ興味があれば試してみてください。そうですね、注意点としては簡単なことなんですけれども、濃い色を選ぶ、特に黒を選ぶのが一番ハズレがないと思います。もちろんチャレンジしたい人はですね、パープルを選んでもありだと思います。パープルを選んでそこで高見えさせようとするんであれば、例えば足元にですね、本革の綺麗なレザーのシューズとか合わせてあげたりすると、目立つ足元に高級素材が入ってるから、安っぽい素材に見えたとしても全体を高見えしてくれるんですね。じゃあなんでカシミヤのマフラーがこんなに世の中あるかっていうと、でカシミヤのマフラーもラムールのマフラーも、まあめちゃくちゃな違いって そこまで感じ取れないじゃないですか、普通の人は。でもカシミヤ、あのツヤ感のあるカシミヤが目立つ顔周りにポンってあるからこそ、安っぽいナイロンのコートを着てても高見えするっていう効果があるから、ここにカシミヤ使うんですよ。コートのカシミヤとかも、まああるはあるけど、マフラーでちっちゃい面積にカシミヤって使うでしょ。なんでこんなちっちゃい面積にそんなにお金かけるの、高級素材使うのって考えると、全体に高見えさせるために目立つポイントに高いものを持ってくるんですね。他は安くてもここだけ高くなってたら目立つ部分だから高見えするんですよ。高級感出るんですよ。靴も同じです。パープルの今回のセットアップを選んだ時にちょっと安っぽいなって思ったら、もしもうパープルか、お前は MB 早く言えよ、俺パープル買っちゃったよ
っていう人がいたらですね、靴にちょっとこだわるようにしてください。そうすると全体引き締まって綺麗に高級感出してコーディネートが決まると思いますので試してみてください。はい、そんな感じで今回は GU のコーディロイのセットアップのシリーズを解説いたしました。セットアップのトレンドとともにですね、注意事項も話しておきましたので、ぜひ参考にしてもらえればというふうに思います。はい、MB チャンネル、普段はファッションの軸、豆知識、商品紹介などの行っております。美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。お会いしましょう。メディアバイバイ。